死ぬかなと思ってました。いろんな場面で何回も死ぬかけたことがあるんです、はい、死ぬ時でもやめたいと思わないと思いますよ。もっとやりたい、うん、もっと撮りたい、うん、真実だからこそワクワクするんです。見たことがない風景がこの世界に現実としてあるからギャップでワクワクすると思うんですよ、ね。なんかもう一枚一枚全部聞きたくなりすぎて全然時間足りないと思うんですけど頂上についにたどり着いて見た景色っていうのはいかがでした、まあ、本当にここより高い場所はないんだなっていう感じですね。エベレストより高い場所はこの地球上に何もないから、周りの 8000m とかの山とかもまあ結構下の方に見えて、もう自分の上は空しかないんですよ。でエベレストの頂上まで行くと空が結構黒いんですね、はい、あの僕らの世界でいうと宇宙の色をしてるっていうんですけども、まあ、宇宙がどんどん近づいてきててかなり黒い濃紺の空になるんですよ。でそこでやっぱり世界で一番高い場所なんだなここはっていうのを実感しましたね。だからあのよく達成感とかすごいでしょ、はい、とかって言われて、達成感はないです。ない、全くないです。1ミリもない。何ですか達成感ではなかったら何なんですか。撮影しなきゃ撮らなきゃっていうだけ。エベレストの頂上って一番高い場所だから一番危ないんですよ、はい、一番過酷な環境エベレストの中でも。だからみんな5分10分ぐらいで下山しなきゃいけないんですよね。え、それしかいられないんですか。それしか入れないですね。5分とか10分5分10分も10分いる人もいるかないないかなぐらい。あ、ごめんなさい、全然舐めてましたね。質問がもうそもそも甘いです、ね、いやいや5分10分ですか。うん、だから早く降りないとエベレストって午後から天気が悪くなるとか、まあ、いろんな条件があるんですけど、はい、早く下山しないと危ないんですよ、はい、一番酸素が薄いのも一番高い場所だし、うん、から人間にとって一番良くない場所なんで、みんな5分ぐらいとか10分ぐらいで降りちゃう。僕は結局20分ぐらいいたんですけども、やっぱタイムリミットがあるんで、うん、登頂してカメラ出してわーって撮って、うん、一応ムービーも回して降りるみたいな、はい、そんな感じです。だから別に何にもなかったですね。なんか映画でよくあるように、はいはい、なんかこうね、クライマックスじゃないですけどみたいな、なんか涙出てみたいな。あんなのないです。ないんだ。ない、唯一あるのが、ベースキャンプまで降りてきて生きて帰ってこれてよかったなっていう安堵感はあるけど、うん、あそれよりもあの展示に来てもらって、はい、僕こんな華奢なんで、はい、気づかれないんですよ、うんうん、だから 僕の展示に行って僕がベンチに座っても作者だってまず思われなくて、はい、もっとクマみたいな人が来るってよく言われるんですよ。はいはいはい、感想とかも他人のふりしてなんとなく聞いてるんですけど、はい、まあ、そういう時の方が嬉しいというか達成感、あ、そうですよね、うん、だからまあ伝えるというところがもうやっぱり、うん、あの目的なので、うんうんうん、そのための一枚がまあ撮れて、でどう伝わったのかを実感できた時が、そうですね、喜び。ちょっと前も僕個展やってる時に、はい、おじいちゃんとおばあちゃんがフラッと来てくれて、でもちろん僕のことなんか知らないんです。たまたま入ってきた時間潰しなのか何なのかで、まあ写真をざーっと見てる時に、今日来なかったら 8000m の世界なんて、うん、見ることなく終わる人生だったねって二人が話した。なんかその時は俺がやってたことって間違いじゃなかったんだなって思えて、うん、やっぱそういう時の方がグッときますね。あ、うん、本当にその人の人生を豊かにできたっていう、うん、瞬間だったんじゃないかなと思ってて、やっぱ寿司屋さんがお寿司を出して美味しいって言われて嬉しいけど、はい、魚釣って嬉しいとは思わないじゃないですか。あ、そう、多分その感覚だと思いますよ。それはね、だから漁師さんだったらそうかもしれないけど、うんうんうん、その職種によって目的によって違いますもんね、うんうん、また登りたいですか。登りたいですね。エベレストから下ってくるときに次どこの山行こうかなと思いながら降りてたんですけど、違うんですよ普通は。あのそういうことじゃならないはずなんですよね多分。でも山はたくさんありますからね。でもそれより高いとこないじゃないですか。高さは山が持つ表情の一つですよ、はあ、その人が持ってる特徴の一個でしかない。だからエベレストが持ってるのは世界で一番高いっていう個性ですけど、はい、別に別の山は富士山には富士山の個性があるから。そうか、そうですよね。別表情っていうのがすごい多分ぴったりの表現ですよね、うん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 、きっとそれはどこだって別に登山家じゃないから、うんうん、今じゃあここを撮ることもあるかもしれないし、うんうん、そうそうそう。
エベレストってもともと海の中のにあったものなんで、あ、お、太古ですか。あ、そうです、太古の時代に。だからアンモナイトとか、はい、あの海藻の化石とかが 8000m に出てくるんですよ。それ見てて、水中の世界にもきっとこういう風景はあるよなと思ったんです。人の心を豊かにする風景はあるよなと思って、はい、それで去年の9月はクジラを素潜りで取りにタヒチに行ったりとか、はい、まあ、山だけじゃない地球上にある、まあ、野生動物とか、まあ、人の暮らしも含めて、あの見たことがない風景を伝えたいなって今は思ってて、ほうほう、この1年ぐらいはその水平とか水中とかっていうものをちょっと撮影しようかなって今は思ってる感じですね。ダメだ、なんかもう一枚一枚全部聞きたくなりすぎて全然時間足りないと思うんですけどやめたいとか思ったことないんですか、カメラマンを、写真家を、はい、うん、ないですね。ない、未だもう20、そこで24で決心して、はい、35の今に至るまで一度もない、はい、ないですね。生涯ないでしょうね。もうない、間違いなくないです。ほう、多分死ぬ時じゃないですか。あ、まあ、死ぬ時でもやめたいと思わないと思いますよ。もっとやりたいみたいな、うん、もっと撮りたい、うん、エベレストだけじゃなくていろんな場面で何回も死にかけたことがあるんですよ、はい、もう年に1回ぐらい死にかけてて、うん、リアルに死がこの辺にいるみたいな感じのことがもうこの4、5年ずっと起きてるんですけども、はい、まあ、やめたいとはなんないから、ならないんだ、うん、どうやったら撮れるかとか、うん、撮るために進むためにどう今行動しなきゃいけないかっていう気持ちになってたんで、まあ、多分死ぬまでやめたいとは思わないでしょうね。撮り続けるってことですね。撮り続けますね、うん、映像、まあ、私今この映像業界にいますけど、はいはい、うん、写真でしか伝えられない部分というか、うん、まあ、写真の最大の魅力、うんうん、伝え手として、じゃあ写真というものを通して伝えられることっていうのは、はい、どんなところがこう魅力に思われてるんですか。写真家にとってこれが正解かどうかは置いといて、写真というものに、まあ、伝えるときに上田というものを入れたくないんです。あ、まあ、よくこの世界で言うと上田の色、その人の色というものを、はいはい、まあ、映像でも写真でも入れたくないんですよ、うんうんうん、っていうのは伝えた時にどう思うかはその人の感情だから、僕が綺麗でしょとか怖いでしょって言って渡すのは違うと思うんですよ、うん、はい、エベレストの頂上をただ記録してアジさんに渡して、はい、それをどう思うかはその人の感情、大切なものだから、うんうん、そこに介入したくないんで、うん、僕の感情とかを、まあ、結局シャッター切ってる僕だから乗っちゃうんですけど、はい、極力乗せたくない、うんうんうん、映像だとストーリーだったりとか、まあ、ここでパンするとかどうつなげるとかっていろんな思考が入ってくるじゃないですか、はい、撮り手の。だから写真というものが一番マッチしてると思うんです。だから、あの公演とか来てくれる人とかは、はい、僕がどう思ったかを知りたいっていう人もいるので、うんうん、そういう時はまあ見てもらったりとかっていうのもあるって感じですかね。そうか、だからこうやってお話しして、うん、まあ感想を伺った時とかに、うん、まあ、初めてその、うんうん、自分の思いみたいなのは載せるけど、うんうんうん、基本的にはその風景っていうのはありのままっていう、うん、そうそうですね。なんかそれこそ今フォトショーだったりとか、はい、まあ、カメラもすごい進化してるし、ね、もう iPhone でね、 iPhone でもすごく綺麗に映るじゃないですか、はい、いくらでもアプリで加工できるし、はい、それって綺麗なんですけど違うと思ってて、うんうん、自然風景に限って言えば真実だからこそワクワクするんですよ、はい、見たことがない風景がこの世界に現実としてあるから今の日常とのギャップでワクワクすると思うんですよね、うんうんうん、これが絵とかものすごい綺麗な加工した写真だと多分受け取るときにちょっと違うと思うんですよね、はい、やっぱどうせ加工してるんでしょっていうのはやっぱりあると思うんです、うん、でも僕の写真はどの写真もその場に行けばその風景は今も僕らがこうやって話してる間にもそこにある風景なんですよね。え、あれ本当にもう切ったままの写真。そうです、そうです。シャッターを切った瞬間の、あ、カメラの性能と人間の目の性能って、はい、もう明らかに人間の方がいいんですよ、はい、まあ、脳みそできちんと補正してくれてるというか、はいはい、シャドウ上げてとかってやってくれてるんで、はい、だからカメラの限界から人間の目に近づけるっていう作業はします。だから本当に肉眼で見たのに近い写真が、うんうん、あの数々の写真です。すげえ。そういうのをだからこそ、だからあれ絵じゃやっぱり、ね、はい、そこまでの感動を伝えられないと思うんですよね、はい、だからまあそういう意味でも写真がいいかな。いいですね、うん、特に多分この世代とかだと、うんうん、あの
小さなことで悩むこともあるじゃないですか、その組織とかにいて動き出せないとか、なんか悩んでる人って、まあ、僕も友達とかからよく聞くんですけど、なんか、まあ、その人にとって大きい問題なのかもしれないですけども、はいはい、なんか別にアドバイスをするとかそんなんじゃないですけど、もう僕の周りにもいっぱいいるんですよ、はい、やっぱ35歳ぐらいで、まあ、僕の周りにもサラリーマンの友達何人かいるんで、はい、ちょっと転職をとか、うん、まあ、組織の中での悩みみたいなのを抱えてる子たちって結構いるんですけど、はい、もっと自分のこと信じてあげればいいのにと思って、うんうんうん、そんなにあなたは大したことあるよって思っちゃうんですよね。だからそんな小さいことで悩むことは必要なのステップなのかもしれないけど、その先にある風景を見るためにその時間を行動に移すというか、うん、使う方が使えばいいのになとかって思ってて、だからそもそも例えば、まあ、大きなことというか、まあ、やりたいことがあるんだったら、うん、まあ、それのための行動を、うん、まあ、するしかないっていうことですよね。だからエベレスト登頂しましたけど、はい、4年かかってますからね。小さいことの積み重ねでしか、うん、そこにたどり着かないんですよ。めちゃくちゃ酸素が薄い場所でカメラを無意識のうちでもシャッターピント合わせてシャッター切れるようにするには酸欠まで体を追い込んで、本当に病院行きぐらいまで体を追い込んで、その時にカメラのちゃんと設定をして撮影できるかっていう技術を手に入れなきゃいけないから、なるほどね、をやったりとか、はい、それのエベレストっていう目標のために何をしなきゃいけないかっていうやつを、本当にちっちゃなステップを積み重ねていかないとエベレスト、まあ、だけじゃないけど、はい、大きな目標には達成することができないから、うん、いきなりねエベレストを目指すって言われても無理なんですよ、はい、それは死んじゃう、うん、けどそれでしかたどり着かないから、まあ、もちろんちっちゃい悩みあると思うけど、はい、それを超えるために超えるというか、その先に進むために何をしなきゃいけないんだろう、うん、それをクリアするためにとかっていうのを考えていけばいいのになとかっていうのは、ね、思います。いやすごくその響く人たくさんいると思います、うん、そういう言葉で一歩踏み出せるとか、多分なんかちっぽけなこともちゃんと受け入れるというか、うんうんうん、でもその先のものを見せられるなんかイメージできるかどうかですよね、うんうん、そうですね、まあ、それはもちろんその相応の努力だったり準備はしていくけど、なんか誰でもできることのプラス1ぐらいを積み重ねていくと意外と高い場所に立ってる、うんうん、気づけば立ってると思うんですよね。まあこの世代とか多分評価会社からされる、うんうんうん、されないとかもすごい大きな軸になってたりとか、うん、まあやりたいこと会社の中でなんとなくあるんだけど、うんうん、そのためにじゃあこの根回ししなきゃみたいなことが結構現実的にあると思ってて、でもなんかみんな自己肯定感が結構低いっていうところもあると思うんですけど、この世界の主人公は僕は僕だと思ってて、はあはあ、他者の目を気にしてますよね。ああ僕他者の目全く気にしないんで、うんうん、自分がいいと思ったことをやる、どう評価されるかは別に僕のことじゃないかな、でやって違うってなったら違うでいいじゃんって思うんですよね、うん、それは前に進んでるから、違うってなったら別の方法で進めばいいだけなので、はい、停滞するのって結構僕的にはリスクがでかいから。なるほどね、進まないとねエベレストだったら死にますもんね。そうそうそう、進まないと世界一の頂上は見れないですからね。そうですよね、うん、確かに。なんか宇宙とか行っちゃいそうですね。宇宙行きたいんですよ。やっぱり、うん、宇宙は結構やっぱ目標、大きい目標の一個ですね。あ今より時代が進んで、はい、15年ぐらい経ったら、まあ、僕は50歳ぐらいの時に、はい、そういう地球上のあらゆる自然を撮影してて、はい、エベレストにも登ってて体力もあって過酷な環境にも強そうなやつ誰だろうってなって、はい、上だって選ばれたらいいなって思う。いやなんかイーロン・マスクに選ばれそうだな。行きたいんですよね。なんか本当そうやってね、うん、でも誰も見たことのない宇宙の景色ってね、うん、無限に広がってると思うんで、はい、それを撮影したいですね。結構それが、まあ、究極ではないかもしれないですけど、うん、目標って言ってもいいですか。目標です、大きな人生の目標です。究極的かもしれない。究極の目標は宇宙を取る。宇宙を取る、なんだったらもう火星ぐらいまでは行きたい。イーロンマスクじゃんもう。いや行きたくないですか。いや行きたい。いや僕もでも、うん、その今回お話しさせていただくし、うんうん、にあたって当然やっぱりその景色とかに関心がありますし、はい、うんうん、お人柄もそうなんですけど、その事象自体にも興味があって、はい、行きたいです。誰しもの中にある好奇心だと思うんですけども、はい、まあ、それを行動に移すか移さないかだけの話であって、うん、行
2人だったら行けるように行動するしかないみたいな。もうそれがマインドセットですね。必要なマインドセットというか、うんうん、そうですね、人生において、うん、ちなみに今年は、はい、山また行くんでしたっけ。山は来年行きます。パキスタンにある山を、はい、あれ 8000m ぐらいの、またそうです、また 8000m 級、また 8000m 級に行こうかなって。パキスタンの 8000m 級は登ったことがないんですよ、はい、僕ネパールの 8000 しか登ったことないから、はいはい、どうなんだろうなと思って。もう分かんないですね、もう違いが全然分かんないんで、一般から違うんですよ。違うんでしょ、でもね、表情が違うんでしょうね、うん、違うと思うんですよね。だからそれを求めに、うん、じゃあまたトレーニングもして、うん、そうですね。じゃあそれ、また帰ってきたら、はい、ぜひまた出演してください。ぜひぜひ、その風景、はい、どんな景色を見て、うんうんうん、また何を感じたのかを、そうですね、ぜひまた聞かせてください。ぜひぜひ、はい、貴重なお話とか、こちらこそ、ありがとうございました。またぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。